皆さんこんにちは、あずきニットです。今回はですね、100円ショップの糸3玉を使いまして、かわいいベレー帽を編んでみたいと思ってます。はい、今回もどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、材料のご紹介をしたいと思います。こちらのベレー帽はこの309番、カラーナンバー309番という糸を使いまして、3玉で仕上がるポーズになってます。今回のご紹介する糸はカラーナンバー312番、こちらの糸を使っていきたいと思います。で、使用するかぎ針の方は6号針を使っていきます。とじ針を踏みなさってください。おはさみ、ダンスマーカーがあると分かりやすいかと思います。はい、こちらがですね、今回の方の編み図の方になります。はい、まずこちら輪の作り目をしまして、2目鎖目を編みます。そして1目鎖目を編みましたら、最初はここは中長編みです。中長編みを編んで鎖目、中長編みを編んで鎖目、中長編みを編んで鎖目っていうのをずっと繰り返していって、この本数が10本になるまで鎖目を1本と数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本になるまでぐるっと編んでいきます。で、鎖目を編んだらここに引き抜きをします。引き抜きをして立ち上がり3目を編んで、この鎖編んだところには長編みを2本束に入れて、で、中長編みを編んだところには長編みを1本入れるっていう風に、繰り返して2段目を編んでいきます。で、ちょっと分かりにくいのがこの3段目だと思うんですよ。なのでちょっとこの3段目の方のね、ご紹介をしたいかなと思います。こちらの方のご紹介も話していきますけれども、もし分かる方はね、3段目の編み方のご紹介のところまで飛ばして、こちらをご覧になるとよろしいかなと思います。はい、それではですね、こちらの出だしの方から編んでいきたいと思います。始まりの糸をね、オレンジにしたいので、私ちょっと外から編んでいこうと思います。皆さんお好きな方から編んでいってくださいね。輪の作り目です。分かる方はね、飛ばしてくださいね。2目立ち上がります。はい、で、ここから、1目鎖目を編んで中長編みを編みます。糸をかけて中に入れて引っ張ってきてストップし、ここを全部取ります。はい、これが中長編みになります。そしてまた鎖を1目します。で、またかけて入れて引っ張ってストップして全部取ります。はい、そして鎖を1目します。これの繰り返しで編みます。最初の鎖2つ分が中長編みの1本と同じなので、これで 1、2、3、 3つの中長編みが編めたことにと同じことになりますので、2、3、4、5、6、7、8、9、10編みましたら裏返しにして、で、これで輪の作り目が出来上がりました。中長編み、鎖目、その隣がここなんで、ここに入れます。入れて引き抜きますね。はい、引き抜きました。これで1段目が出来上がりました。はい、で、2段目は、5、3目編みますので、1、2、3目、はい、3目編みましたら長編みをこの中に、このここです、ここに
中に鎖と、これ鎖の行列なんですけど、鎖と中長編みの間、ここに向かって長編みを編みます。糸をかけて入れて引っ張ってストップし、2ループずつ取ります。また糸をかけて入れて引っ張ってストップし、で2ループずつ取ります。はい。でその後は中長編みの頭のところに編んでいきます。長編みをこのここの部分に編みます。ここに長編みを編みます。でこちらね、ちょっとあの糸始末しておこうと思います。この後はここに長編みを2本編みます。2本編んだらここに はい、2段目編んできました。はい、2段目は30目あります。はい、それでは3目立ち上がります。そしてですね、ここの隣の長編み、ここなんですけど、ここは飛ばして、1個長編みを飛ばして隣のこちらの頭に、長編みの頭にまず長編みを編みます。糸をかけてここです。ここにまず長編みを編みます。はい。で鎖を3目編みます。1、2、3目。はい、3目編みましたら、ここに向かって中長編みを編みます。糸をかけて入れて引っ張ってストップ。糸をかけて入れて引っ張って、糸をかけて入れて引っ張ってストップ。3回しました。さっき編んだここに向かって長編みの途中までの状態を編みます。糸をかけて入れます。引っ張ってストップしたら、糸を2ループだけ取ります。2目一度する時の要領だと思ってくだされば分かりやすいかなと思います。でここでストップして、ここに向かって糸をかけて引っ張って、ここまで行きます。はい。ここの状態で全て糸をかけて抜きます。はい、こういう風に編んできました。はい、もう一度しますね。まず3目の鎖編みを編みます。はい、3目鎖編みを編みましたら、この一番最後の長編みのお腹部分をくるむように中長編みの玉編みを編みます。1回、2回、3回の中長編みの途中まで編んといて、このまんま、2目一度の要領で長編みの途中まで編みます。糸をかけて今編んだところで2ループ取ってストップし、またここの2つ目のところに糸をかけて入れて引っ張ってきて2ループ買ってストップします。はい、ここまでできたらもう締めたものです。あとかけて全部取るだけです。かけて全部抜きます。はい、はい、
3段目はこんな編み方で編んでいきたいと思います。こんな感じでこの、 玉編みと長編み2目一度がドッキングした感じの、 編み方をしてから鎖3目を編んで、またこの玉編みと2目一度がドッキングしたような編み方を編んでっていうことを繰り返してぐるっと編んでいこうと思ってます。でこの模様の数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 個15個の玉編みがあるかを確認なさると、その後の間違いが少ないかなと思います。はい、最後になります。最後は3目編んだら玉編みだけをして引き抜くときに、ここの3目目の鎖のところに針を入れて、下から3目目のところに鎖を入れて、このまんま玉編みと一緒に引き抜きます。たまちゃんの数が15個あればバッチリなんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 個、はい、15個あるかをここで確認なさると、その後目数の間違いとかね、気づくとちょっとこの後辛いと思うので、ここで1回ね、玉編みの数で目数を確認なさるとよろしいかなと思います。そうしましたら、このまんまこの最初の長編みの頭に引き抜きをします。そして隣にも引き抜きをします。ここの、この中に側に針を入れて引き抜きをします。はい、ここからはこの鎖目の中に長編みを4本入れていく予定です。ですので、まずこちらは1本目として、鎖目3目を1本とカウントして、ここはあと残りの長編みを3本編んでいきます。長編み1本とカウントして4本の長編みを編みましたら、鎖を2目編むっていうことを繰り返していきます。 1,2,3,4本、4本編んだら鎖を2目です。で、4段目はこの繰り返しでぐるっと編んでいきます。
長編みを4本編みましたら鎖を2本編みまして、最初のこちらの鎖3目めのところに引き抜きをします。 1,2,3 目めのここです。長々編みを編みます。鎖3目を編みます。玉編みを途中まで編みます。1,2,3、 そして長編みを途中まで編みます。そして長々編みをここに途中まで編みます。1,2,3、そしてここで全部一気に貼ります。はい。もう一度いきますね。鎖を3目編みます。そしてお腹の部分に向かって玉編みを途中まで編みます。3回。そうしましてかけて長編みを途中まで編みます。はい。最後は長々編みをここのこの塊の最後のここに向かって長々編みを編みます。編むところ、こことかここ、長編みの最初か最後しか針を入れないので分かりやすいかなと思います。3目編んだら玉編み3回中長編み途中まで編んで、そして同じところに長編み途中まで編んだら、ここに向かって長々編みです。かけかけの入れて引っ張ってストップし、2ループずつ2回取ったらここで一気に全部取ります。はい、とね、皆さんだんだんね動画とか見慣れてきてね、ちょっと難しいのもやってみたいなと思ってるかと思うので、これできたらすごい嬉しくなってくるんだ、嬉しいんじゃ楽しいんじゃないかなと思ってご紹介させていただいてます。はい、本当ね皆さんできるんじゃないかなと思います。3目編みますね。ちょっと一緒に編んでみませんか。3目編んだらこの足に向かってかけて入れて引っ張ってストップを3回するんですよ、こうやって。そしたらさっき編んだここに向かって糸かけて長編みの途中まで編むんですね。この後はかけかけでここに向かって入れて2ループずつ取って、最後はここで全部抜きます。こんな感じです。はい、こんな感じですよ。いきますよ、もう一回、3目いきますね。3目編んだらお腹のとこに向かってここに向かって3回中長編み編みます。そして足元に長編み途中まで編んだらかけかけでここに向かって編んで2ループずつ取ったら全部取ります。はい、なんかねリズムに乗ってくるときっと皆さん楽しくなってくると思います。 1,2,3 個編んだら1,2,3 長編みかけかけ2本ずつ取ってで全部取る。はい、こんな感じです。ぐるっと編むとこんな感じになっていきます。面白いですよ。1,2,3中長編みを3回編んで長編みを途中まで編んで、そして長々編みをここに編んでからよいしょで一気に取ります。そうです。はい、
4段目と似てるんですけれども、この鎖の中に入れる長編みの本数がちょっと違ってて、4段目は長編みが4本なんですけど、6段目は3本にしてます。こう広がっていく感じのデザインなので、ちょっと目数とか分けさせながらちょっと変えてみたりしてましたので、この辺のね目数の変更があるので、この辺を確認しながら編まれると間違いがなくていいんじゃないかなと思います。で、6段目終わって7段目はもう鎖目のところに2足に長編み入れて編んでますので、6段目と同じ目数になります。で、6段目は全部で120目ありました。で、7段目も、まあ、同じなので120目になりますので、ここら辺でご確認されるとよろしいかなと思ってます。で、8段目以降についてはですね、ちょっとこの後図面ではなく動画の方でご紹介させていただきたいと思います。